ですよね。はい、どうもありがとうございました。お、落ちた。落ちた。駅伝の一日を今後ともどうぞよろしくお願いします。まだ言わなきゃいけないです。じゃんけんでかけ。静かにしてください。皆さん、笑ってますか？美味しいお酒で。まだまだ静かにして。盛り上げてる。盛り上げてる。ないんじゃないの？今日は大玉さんの料理って美味しかったですよ。美味しいね。大玉さんの料理って美味しかったですよ。ノブさん最高。ノブさん来ます。ノブさん最高。コウジ君来ます。さやかさんにも。おじさん最高。わっしょい、わっしょい。あの、2つだけはしかない、はい、あの、連休の入りで明日、明後日のことを皆さん考えてると思いますけども、今日、酒飲んで明日、明後日の休みに入るってことを幸せと思っていたけど、僕は今日のお酒をしています。幸せー。会でアルテンの話があったり、なんで純米だの話があったり、おかんってなんで美味しいんだろう、おかんって何のが美味しいんですか、お米って何なんですかって、もうこんなに質問が多いお酒の会って僕は初めてなんですよ。本当にめんどくさい。美味しければいいじゃないか。ということで、あの、今日僕冒頭に呼ばせてくれて第1回目の孝太郎さんの試乗会って言いましたけども、またご興があったら孝太郎さん、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、巷ではあのヤクルトスワローズがどのとか貼ってやる。わっしゃい、わっしゃい。私、あの、一緒に阪神ファンでありますので、明日、明後日はぜひ阪神タイガースにお願いします。すいません、あの、しばれませんけども、ヤクルト今日あの皆さんに感謝を込めて、僕あの田舎からちょっとノベルティを5つだけ持ってるんで。